内海をとっきり、平忠恒の居宅へ迫る源頼信源来心は、平安時代中期の武将、摂津国忠の地に、源氏武士団を形成した、源の三中の三男、河内国石川軍坪井を本拠地とする河内源氏の、祖、兄、頼光と、同じく関白の藤原道兼に、その死後は道長に仕え、諸国の受領や陳述府将軍などを歴任する。 河内に到着して、石川軍に、坪井層を開き、航路法の館を建てる。武勇に優れ、平忠志平板スライ、藤原康政らと、道長四天皇、四天皇と称された。光月の助在任時、平忠恒を制圧する際に内海を突っきり拠宅へ、迫った。平忠恒は、家来となることを制約した。海守る在任時の長元四年に、 平らただの乱を平定し、その後の川内源氏の東国進出の地方を築いた。源頼信が追悼氏に任じられた直後に、それまで四年間、平らな方と争っていた忠だは戦わずして、降伏したのは、上記の主従関係があったためと考えられている。なお岩清水、八わたへの国分では、平らただの乱を見事に平定できたのは、八幡大菩薩及び、 王神天皇の血を受け継ぐ恩恵とある。この乱の後、坂東の武士は、川内源氏と主従関係を結ぶようになり、後の東国支配と武家、源氏の主流となる礎を築いた。古事谷や、今尺物語集には来信に関する説話が記されている。源の頼信母,母は、川内源氏の母大臣の通報時近くの大阪府、南河内軍大使長に、 吉家と共にある、日付イコール旧歴、ありがとうございます。